Posto frore cru.私の中で何かが終わる音。骨格と上に乗っている表皮、そして筋肉の動きが一致してない。今にも崩れ落ちそうだ。そうですかね。いいね。しかし今は退治したい臓器売買および薬事法違反のラインにも引っかかっている。合わせってまた別の話じゃないですか。表面は美しいけれど、中身は虫に食い荒らされている果実。鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？だからこそ引きつけられるのか。こちらお願いします。何よこれ。いい、水は常温コツってもんよ。見たことね。だよ。リリコのアザね。セクシービーナス、セクシービーナス。でも自己表現の一つなんですよ。もっと笑って。おかしい。落ちてでもいい。ねえ、肌ちゃん、綺麗じゃなくなったら。きっとみんな私から離れてくる。笑われて。きっとみんな私を忘れてくわ。ですから私、窓ガラスこう額縁みたいで、髪が風になびいてて、はあ綺麗だなあって、世の中にこんな綺麗な人がいるんだなあって。
お姉ちゃんへ。お元気ですか？はいなくて。社長さん。おはようございます。おはようございます。ありがとう。リークしてくれて。リリコさん。あ、ドラマ見たよ。すっごく良かったよ。タレントにも向いてないし。綺麗。綺麗になって。違うよ、千佳子。気に留めていなかった。あなたが望んで。一緒に遊びましょうよ。寝て。その。やめてよ。しかし我々にはあなたの証言が必要です。できましたよ。やっぱりな女の。パティスリーベースが取れてるわ。
防処理装置。かわいい、すごい、ああなりたい。綺麗に飲んなきゃ、もっと大丈夫ですか？もしもし、リリコ大丈夫？さっきリリコさん、グツグツしてんだよ、このやっからさ、死ぬのと一緒でしょ。Thank you.